はい、ということで、じゃあ今日もこんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。ご無沙汰としております。ザカイです。お久しぶりです。はい、春スタイルです。よろしくお願いいたします。さすがにマフラーはつけられませんでした。私白でちょっと合わせてみました。今日もよろしくお願いします。はい、まあ、前回引き続き今日も、ザカイ TV をこう開いた、まあ、一番大きな理由はですね、今日はなんと復活感謝祭。そうですね、をやりましたね。本当に我々にとって、イエス・キリストを知る者にとってはもう最も盛大に喜ぶ一日ということで、うん、手術を迎えまして、ちょっとそれについてね、今日はお話ししていきたいなと思っていたらですね、同じように熱い思いを持って、うん、なんか私もこういうこと聞きたいんですけどっていうスペシャルゲストが今日来てくださってるんです。来てくださってる。はい、ご紹介します。声だけですが、エリカさんです。どうもこんにちは。こんにちは。今日は手術楽しんでいただけましたか？あ、はい。今のはいに全部集約されてるね。よかったです。なんか本当に素朴な疑問っていうのをこのザーカイ TV ではお話ししていきたいなと思っていたんですけど、なんか復活感謝祭を通して、まあ、エリカさんが思ったことがあるっていうことなんですけど、なんかどんなことを聞きたいんですか？はい、復活祭が一番その大事なものというのは知ってたんですけど、うんうん、そのなぜ復活をする必要があったのか、復活の意味って何なのかっていうのをちょっと気になって考えて、はい、こうですね。ありがとうございます。皆さん、こちらまでご質問はいつでもお待ちしております。ありがとうございます、ゆかさん。そうですね、確かに我々は今日イエス様が復活したことをお祝いしてるんですけど、やっぱり死なれて復活されたっていうこのことが我々にとってやっぱり一番大事だし、やっぱりお祝いするべきこと、喜ばしいことだとやっぱり言ってましたけど、確かにそういうふうに、なんで復活しないといけなかったんだろうかみたいなことはあると思いますね。なんかちょっとそれに対して、教えていただいてもよろしいでしょうか？そうですね、まず復活祭、復活感謝祭をもしまだ聞いたことないという方がいらっしゃるかもしれないから、ちょっとその簡単な基本的な、紹介をまず説明をお願いしますと、イエス・キリスト、イエス様が、私たちのために、罪のために十字架にかけられて死んでくださって、それで終わりじゃなくて3日目に、蘇られたというふうに聖書には書かれています。でその3日目に、復活されたことを記念して、感謝して、そういう時間を過ごす日が復活感謝祭ですね。うん、なるほど。そうですね。はい、そこで、うん、なぜ復活する必要があったのかってことですかね。そうです。結構深い。深いですね。深いし、本当は僕が、小学生の時に全く同じような質問をうちの姉に聞いた記憶が今ちょっとふと思い出しました。そうなんですか。へえ。で、なるほど、そういう疑問がすごく自然な、少しでもキリスト教に興味がある方には自然な流れとして、そういう疑問があるかもしれないなというふうに思いました、うん、そうですね、復活は、完全に死んでからの復活ですからね。だから、少し慣れない部分があると思うんですよね、我々ちょっとイメージが確かに、うん、普通の生活ではなかなかないような、なんか映画とかにはあるかもしれないですけど、うん、でたまにそういう質問があったり、そういう話を聞いたりするんですね。復活、なぜ復活するのかという質問も含めて、復活とかなんかこうおどき話のような気がして、ちょっと信じ
がたいとか、ね、そういう話を聞いたりするんですけど、なのでその復活と関連する御聖書の御言葉でその、内容について話をすることもできると思います。でもう一つは、まだ聖書の話がちょっとまだ分からないという方もいらっしゃると思いますし、なんていうのかな、もう少しこうイメージしやすい方法でも話お話しすることができるんじゃないかと思うんですね。じゃあそしたら今日はまずはぜひ分かりやすい方からお願いしたいんですけど、いいですか、エルカさん、こっちも、はい、いいですか。ぜひよろしくお願いします。はい、なので、まあ、僕の答えがなんかちゃんとその答えになるかはちょっと知らないんですけど、はい、まあ、僕なり の, 専門の人じゃないんですけど、今まで信仰生活してきて僕なりにこのな、こうコロナ禍で整理ができた内容としては、イエス・キリストが、私たちのために罪を許すために死んでくださったというのはもう歴史的な事実として、もう記録にあるような事実ですけど、復活されたことによって、簡単に言うとイエス・キリストが単にある善意を持って、死んでしまったというそれだけじゃなくて、イエス・キリストのアイデンティティ、イエス・キリストが神様であったということ、聖書に記録されているように普通の人間じゃ なかったということを証明した一番決定的な事件なんですね、本当。なので復活が、我々の日常生活で経験できないものだから、ちょっとそれは信じがたいという意見を、なんていうのかな、裏返してみると、それぐらいの次元じゃなければ神様であることは本当は逆に信じにくい、信じがたいんじゃないかと思うんですね。なので神様であるから復活ができたということです。聖書の、まあ、いろんなちょっと別の表現、神様の独り子とか神様ご自身であるとか、まあ、同じ表現ですけど、復活を通して神様であることを証明されたんですね。それがすごく大きいと思うんです。なので、なぜ復活する必要があったのかに対して、そういう意味もあるんじゃないかと思うんですね。我々が あの方は本当の神様であったということが、に気づくことができるように、そういうことも我々に許されたんじゃないかと思うんですね。そうなんですね。そうするとやっぱ神様が復活されたっていうことは、今朝もおっしゃってましたけど、こう一種の私が神様だったっていうことを、まあ、こう裏付けるというか証明するようなことの一つだったというか、それがもう決定的な、それだけ決定的な出来事として用意されてたっていうことだったと思うんですけど、そうです。一個追加していいですか？そうです。だから、はい、イエス・キリストを信じる人々がこう過ごすこの流れとしては、復活祭の前に苦難習慣があって、うん、あってイエス・キリストの苦しみをもっと深くいろいろ考えて、で金曜日がイエス・キリストが、十字架で死なれた日として、まあ、研究によってはちょっと曜日が違ったりするんですけど、うん、まあ、その金曜日を記念してイエス・キリストが死なれて、そして復活されたというこの流れですけど、うん、何よ、例えば本当にイエス・キリストが神様であることを信じるのであれば、本当の疑問は復活じゃないと思うんですね。なぜ死んだのかだと思うんです。神様であるから復活が当然なことであれば、神様である神様が、イエス・キリストがなぜ十字架につけられて死ぬまでそういう犠牲を払ったのかというのがもっと自然な質問だと思いますし、それが神様にとってはもっと大きな奇跡だと思うんですよね。神様が死ぬというのは
我々の常識を超える奇跡だと思いますし、それは聖書の記録その通りであれば、それは我々の常識をはるかに超える愛の証拠なんですよね、うんうん、という話を少し付け加えたことありがとうございます。でも本当にその愛の証拠だっていうのはこの1週間さっき瀬さんが言ってた通り、苦難節っていうことをやったこの座間ですね、今週やりまして、まあイエス様のね苦しみに比べたらっていつも思いながら、まあ、いつも自分がこう大切にしていること楽しみにしていることっていうのをこの1週間ちょっと我慢して、我慢するためになんでできないんだろうではなくて、ああこれ以上の苦しみだったんだっていうことをちょっと考えながらこの1週間過ごして、見まして、まあ、ちょっとそれが愛だって言われるとすごくドンとくるなっていうところがあるんですけど、ちょっとまた復活の部分というか質問、エリカちゃんの質問の方に話を戻したとして、やっぱ先ほどセイさんのお話もあった通り、こう僕たちの生活の中に復活するっていう行為自体がとっても身近にあんま感じないのが、まあ、普通だと思うんですけど、なんかそれがイメージしやすくなるお話とか少しいただいてもいいですか。そうですね、イエス・キリストの話、イエス・キリストの記録は実はどれも、一般の方、信じてない人に、方にとっては受け入れがたい内容だらけなんですね。本当はイエス・キリストが、結婚もしていない女性から生まれたということも難しいんですよね。本当は信仰がなければ難しいことかもしれない。でイエス・キリストが、生きている間、十字架につけられる前行われたほとんどがご自身に対する紹介なんですね。それが、神様の御子である、神様の一人子であること、救い主であること、いわゆる神様であることを主張しているわけですね、うん、そしてみんなのために十字架に死なれることをもうずっと前から予言して、そして復活することも予言して、そして実際に十字架につけられて実際に復活された、その全てのストーリーが、もちろんその後天に昇られたという話もありますね、うん、この全ての話をよく見てみると、何かメディアとか他のそういう資料からイエス・キリストの話を接している方がイメージしている話じゃなくて、本当はすごく私たちの想像をはるかに超えるような信じがたい内容ばかりなんですよね、うんうん、なのでこれについてすごく有名な研究者であり作家がいらっしゃるんですけど、C.S. ルイスという方がいて、この方が、こういう事実を見て、我々人間がこのイエス・キリストの話を聞いてたどり着く3つのイエス・キリストに対する理解、この3つの種類について話をしているんですね。これはすごくね的確というか鋭いんですよ。この人はもともとイエス・キリストの存在を完全に否定した人で、それを証明するためにいろいろ努力した人ですけど、後にイエス・キリストの存在に本当に気づいて信じてクリスチャンになったと。で3つの種類ですね。イエス・キリストの話を聞いた自然の反、はい、自然な反応として、その1つ目が、精神的に問題がある人、そうなんですね。自分が神様であるということを主張したわけですから。ああなるほど、うん、そしてもう一つが、意図的に人を騙すためにそういう話をした犯罪者、マインドコントロール的な、うん、あ意図的にそれをして、そういうことをした人、うん、で最後は神様であると、その主張が事実であるということですね。この3つしかないということですね。で精神的に問題がある人であるかということを考えると、
イエス・キリストの弟子とか、イエス・キリストが行われた他のこととかをよく見ると、精神的に問題がある人ではないことが分かりますね。うん、精神的に問題がある人は、あと主張する内容がコロコロ変わったり、うん、なんかこう、なんていうのかな、基準がなかったりするんですけど、イエス・キリストはもう一定に同じことを説明してますね、自分のことについて。そして行われたことはそういうおかしなことじゃなくて正しいことをされたということで、一つ目の選択肢はなくなると、うんうん、で二つ目の選択肢としては意図的に人を騙すためにそうしたと。でそれはよく見ますね、我々そういう犯罪の話をよく聞いたりしますね。それが大きなニュースになったりするんです、うんうん、だからこの可能性もあるんじゃないかと思う方いらっしゃるかもしれないんですけど、よくよく考えてみると自分が神様であるということを主張して得られる得することは何もないんですよ、ね、イスラエルのこの国の状況を考えると、イスラエルという国は唯一神を信じる、唯一の神様を信じる文化圏です。例えばここがインドとか、もしかしたら日本だとかね、はい、そういうところだったら、自分僕神様ですみたいな感じで主張しても分かりましたで終わりですね。またなんかね、それで終わります、うん、それうまくなんか説得できたら少しね人を集めることができるかもしれない、そこでちょっとね利益を得たりすることができるかもしれない。なぜかというと基本的に多神教という文化圏ですから、はい、だけどイスラエルで自分が神様であることを主張したら大変なことになります、うん、これは死を覚悟しなければならない、うんうん、それは立法にも書かれてますね、うん、偶像崇拝する人は石打ちして処刑されます。ちょっと怖い国ですけど、そういう国の中でしかもガリリという田舎 の大工の人が何も立法学者というそういうコネとか何を持てない人が急に出てきて神様の子です、メシアですとか言ってきたら、それは分かりましたでは済まない、うん、完全にそれを処刑される、うん、その場で。それぐらいの危険性を持つ主張をする可能性はゼロに近いですよね、うん、なのでこの2つの可能性はないです。なのでイエス・キリストってイエス・キリストの主張、生まれたこと、死なれたこと、復活されたこと、全てに対してこの3つの事実の選択肢を前に持ってね、まず精神的に問題を除いて、うん、犯罪者であることに対しては我々は本当はもしこれが本当だとしたらイエス・キリストはなんていうのかな、認めてはいけないんですよね。だから C.S. リースの表現を借りると、はい、軽蔑しなきゃいけない、その主張に対して軽蔑しなきゃいけない、罵る必要があると、もう徹底的にそれは無視しなきゃいけないということですね、うん、それも一つの考え方だからはいいいですとかじゃなくて、それは犯罪ですよ、うん、というふうにしなきゃいけない、うん、だけどこの二つの可能性はゼロに近いということが分かってきたら、残りの選択肢についても考えなければならないということです、うん、すぐさま神様ともしできないかもしれないけど、うん、この可能性についても考えなきゃいけない。聖書を少し読んでみたり、ちょっと疑問があるところがあれば聞いてみたり、教会に聞いてみたりとかして確認しないといけない。なぜかというと、もしこれが本当だったらこれは大きなことなんですよね、うん、それは自分の人生と関わる大事件です、うん、はい、復活のことも、うん、イエス・キリストが生まれたことも。なのでなんていうのかな、イエス・キリストの話を聞いて
疑問を持ったりするのはすごく素晴らしいことだと思うんですよね、うん、だけどイエス・キリストの話を聞いて、はい、まあ、それもいいですよという姿勢はそれはなしだと思います。違いますということですね。あ、なるほど、ありがとうございます。そっか、いやでもザーカイもですね、その可能性でいくと、まあ犯罪者っていうことに対して確かに徳がイエスにとってなかった。だって自分の命に捧げ、死んでしまう、苦しめられて死んでしまうことを目的として犯罪を犯すっていうのは、まあ普通に考えたら異常者じゃないですか。じゃあ異常者かもってこう考えるときに、まあ、私実際会いまして、我が友にザーカイ降りてきなさいと言われて一緒に食事しましたけど、もう至っていい人でしたねあ、これは個人の意見ですっていうのがここに出ますんでザーカイの個人の意見ですって言うんです、はい、これも違うって、やっぱその可能性があるかもしれない。で、今チェさんの話で非常に面白いと思ったのは、じゃあこの可能性も違うかもしれないと思いながら、この聖書、まあ、イエス・キリストのお話っていうのを見てみよう、やっぱこれがすごく大事なんだなっていうのをすごく思いましたね、はい、じゃあちょっと、あ、どうでしたか、聞いてみて。そうですね、やっぱり自分で聖書を読んで自分でその判断をしていくことも大事な、うん、大事なことなんだなっていうのが、うんうんうん、はい、よくわかりました。でももし分かんなければぜひ聞いてくださいね、すぐ、はい、すぐ私が、私じゃないですけど私が解決しますからねちゃんとそうやって聖書を見ながら、でもそういうふうに視点を見て持って見てくれると、やっぱ全然違う形としてまた新しい疑問が出てくるんじゃないかなと思いますので、うん、今後ともぜひ一緒によろしくお願いします。よろしくお願いしますじゃあ本日は一度ここまでということで、もし視聴者の皆さんも今日は最後まで聞いてくださってありがとうございます。よろしければ、動画にいいねをしていただいて、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。我々の教会は賛美動画とかも撮ってるっていう風にザーカイ聞いてますんで、非常にいい楽曲が揃っているということですので、ぜひチェックしてみてください。ではまた改めて会う日を楽しみにしています。今日は皆さん本日はどうもどうもどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。